どうも、辰巳です。今回はやばいです。超有料級、誰でも楽勝で商品を作れるコンテンツ作成完全成功ロードマップを話していきます。今日の動画で稼げずに挫折してしまう人が激減すると僕は確信しています。それぐらい大事で、オンラインビジネスで稼ぐための肝となる部分の話になります。皆さんは副業を探していて、アフィリエイトがいいよとか、背取りが稼げるみたいな記事や動画見たことないですか？他にも、例えば背取りとかの副業コンサルを受けたけど、講師の人から背取りで稼ぐよりもうちのスクール振ってくれた方が稼げるよ、1件売れば30万のうちの 30% 9万円あげるよとかみたいに、背取りを教わるのではなくスクールの営業マンとしてうまいこと使われただけの人もいるのではないかと思います。はっきり言いますが、このように自分の商品を持たずに他人の商品を紹介したり営業をしたりしても短期的にしか稼げるようにはなりません。たとえ月に50万とか稼げるようになっても、それが永遠に続くと思いますか？無理ですよね。そもそも販売する商品が販売停止になったら、紹介する商品、つまり手持ちのカードがなくなった時点で終了ですよね。しかもこういった紹介ビジネスには凄まじい深さの落とし穴があることを知ってますか？詳しくはこの後お話ししますが、例えば30万円の商品を売って9万円もらえるアフィリエイトをやってたとしましょう。30万円の商品を10人に売ったら90万円ですよね。でもそれが自分の商品だったらどうですか？30万円かける10人で300万円です。たった10個だけでも210万円も稼げる額に差が出てくるんですね。これが落とし穴なんです。だからオンラインでビジネスをやっていく場合、自分の商品を持つことが必須になってくるわけですが、今あなたはそんなこと言っても初心者に商品なんて作れないよとか、どうやって作ればいいかわからないから調べてんだよと思ってるかもしれません。大丈夫です。この動画でそれらのモヤモヤはまるっとすっきり解決し、見終わった頃にはなんだ自分の商品って意外と作れるようになるんだと思えるようになります。実は自分オリジナルの商品は今日教えるたった3つのステップを踏むだけで作れるようになります。聞けばえこれだけって思うはずです。僕自身も完全未経験の初心者からサラリーマンをしながら起業し、3ヶ月後には今日教える方法で自分の商品が作れるようになりました。しかも起業から6年経ってもなお最前線で活躍できています。そして今年2023年1月にはたった10日間で月収1500万円も達成しました。なぜこれまでに売れたのかもこの動画でお話ししていきます。実は商品を作れたのは僕だけではなく、僕の講座の受講生も当たり前のようにできています。今日お話しする方法を実践した方は 100% 自分の商品を作ることに成功しています。それだけ今日お教えするコンテンツ作成ロードマップは再現性が高いんです。ただぶっちゃけこの誰でも楽勝で商品を作れる3ステップだけを紹介しても仕方ないんですよ。なので動画の後半ではかなり細かくコンテンツ作成の手順を解説したコンテンツ作成完全成功ロードマップもがっつり話していきます。もしこの動画を見てるあなたがさっさと脱初心者して稼げるようになりたい、悪質な教材やスクールにかもられ続けるのは嫌だ、稼げる上に感謝される楽しい仕事がしたいと思っているのであれば、今回も超有料級のお話が聞けます。後半に行けば行くほど重要な話になります。ぜひ最後まで見ていってください。またこのチャンネルでは1日1時間労働で5年で売上 4.2 億純利益 3.7 億を達成した自由な時間とお金を作るコンテンツ販売×自動化を教えています。今後の有益な動画を見逃したくない方はチャンネル登録も今のうちにポチッとお願いします。では早速誰でも楽勝で商品を作れる方法なのですが、実はたった3ステップで完結します。1情報を仕入れる集める、2仕入れた情報を元に実践する、3実践経験と元の情報を掛け合わせ動画などに落とし込む、たったこれだけです。この3ステップだけで自分オリジナルの商品が完成します。いやちょっと待てい、ツッコミどころ満載やないかいと思ったかもしれません。でも何も間違ったことは言ってません。あなたがオリジナルの商品を持ちたければ、情報を集めてまとめ経験と掛け合わせる、これだけなんです。えそれじゃあ世の中に同じような商品が量産されるだけやんと思うかもしれませんが、これが全く問題ない明確な理由もあるので、それもこれから説明していきます。そもそも今世の中にはたくさんのいい商品がありますよね。じゃあその中で人気の商品はなぜ売れてると思いますか？機能性が高いから、革新的な商品だから。いいえ違います。はっきり言いますが、現代において商品やサービスの内容自体で差別化を図ることはほぼ不可能です。同じような商品なんてたくさんありますからね。もちろんあなたが世の中を変えるような商品を生み出せる天才であれば別ですよ。でも僕を含めた凡人、しかも個人が世の中を変える革新的な発明をすることはもちろん、見たこともないような商品を作ることってほぼ不可能なんです。インターネットが発達してる現代では SNS を使ったりして誰もが商品を宣伝するチャンスがありますよね。だからといってみんなが売れてるわけじゃないように見えませんか？そしてそれはなぜだと思いますか？もしあなたが Apple の MacBook を使っていて、見た目がスタイリッシュだから好きとか、 iPhone から AirDrop でファイルが簡単に転送できるから便利とか、いろんな作業がしやすいから好きだとか思ってたとします。そんな Apple から新型の MacBook が発表されました。その時そろそろもうちょっといいスペックのが欲しいから買い替え時かもと思ってたら、特に詳しいことも考えずに同じ Apple の製品を買うと思いませんか？では Apple の製品は他の会社と大きい
きく性能の差があるでしょうか。むしろ他社製品の方がカメラが高性能だったりスペックも高いのに価格まで安かったりします。明らかにファン以外で機能性にこだわる人からすればアップルの商品を選ぶ理由がないですよね。でもすでにアップルの製品を使っている人の多くが発売日に脳死状態でアップルストアの前に並び購入するわけなんです。別に必死こいてセールスしなくても売れてますよね。それはなぜだと思いますか。アップルというメーカーに信頼がありファンがたくさんいるからです。この時代機能性だとか商品の中身はさほど重要じゃありません。なぜなら革新的な商品なんて生まれてこないからです。では何が大事だと思いますか。商品の中身よりもファンを作ることが大事なんです。ファンがいれば比較対象もなしにあなたから買いたいと思われるようになります。だから集めてきた情報かける自分の経験を混ぜ合わせて作った商品でも何の問題もないですし、むしろ喜ばれるんですね。僕自身も同じくこの方法で商品を作り続けてきましたが、クレームを言われたことはありませんし、むしろ感謝されています。では詳しく誰でも楽勝で商品を作れる3ステップを解説していきますが、まずは1の情報を仕入れる集めるです。そもそも最新の情報ってノーベル賞とかを受賞するレベルの心理学者さんとかそういうところからしか降ってこないんですね。でもそんな人に直接会うことって難しすぎますよね。なのでネットで調べたり本を読んだり教材を購入することで仕入れることになります。この情報を集めてまとめる、そして新しい価値にすることをキュレーションと言います。いや情報を集めるくらいみんな自分でできるじゃんと思うかもしれませんが、情報型で何がいいのか何が正しいのかを見極めるのが難しい現代では、このキュレーションにめちゃくちゃ需要があります。例えば一言でダイエットと言ってもいろんな痩せ方がありますよね。ひたすら運動しろとか筋トレしろとか食事制限したり断食するやり方とかもあります。でもどれが正しいとかそれぞれの痩せ方にもいろんなノウハウがあるので調べてもよくわからなくないですか。あなたも痩せたいけどいろんな情報が転がっていて何を実践するのが正しいのかわからなくて諦めたみたいな経験ありません？結構あるんじゃないかなと思うんです。僕も同じく炭水化物を抜こうみたいなダイエットに挑戦して5キロだけ痩せて即リバウンドした経験があります。そこからは全くどれをやればいいのかわからずじまいでした。ここで何を実践すればいいかわからないという人のために自分で情報を収集する必要があるのですが、そこでやるべきことが1の情報を集めてまとめるということになります。具体的なやり方も知りたいですよね。なので少し解説すると、例えばニーズがリバウンドしないダイエットが知りたいだったとします。これだったら Google とかでダイエットスペースリバウンドしないとかで調べてメモにまとめたりします。簡単にできそうじゃないですか。あともし聞けそうなら直接パーソナルトレーナーさんとかにリバウンドしないダイエットってどんな感じでやるんですかと聞いたり、とにかくやれることを全てやって情報を集めていきます。ある程度の情報が集まったら次はステップ2の仕入れた情報を元に実践するになりますが、自分で経験して実績を作るフェーズになります。今もしかしたらそんなことしないといけないのと思ったかもしれません。わかります、めんどくさいですよね。けど最低限これぐらいの努力はしてください。てかそもそもやったこともないことを人に説明できますか。経験してないと説得力も生まれませんし、長い目で見るとここで楽をしても将来何倍も苦労することになるだけです。まずは自分で実践して結果を出すところから、近道をしようとして楽な方に逃げるのはもうやめましょう。さて実際に集めた情報を元にやってみると、これが失敗したりうまくいったりと何かしらの独自の経験独自のノウハウが生まれてきます。調べた情報よりもこっちの方がいいじゃんという自分だけの知識が身についてくるんですね。あれ？と思った方もいると思いますが、この実践するというステップを踏むことで実は自分オリジナルの商品を作成する鍵、自分だけしか知らないノウハウが生まれます。ここまで来たらもう商品作りに苦労することはなくなってくるわけですね。そうして実践した結果ダイエットで10キロ痩せたという実績をあなたが作れたとします。そしたらどうやって痩せたらいいかわからない、どれが正解かわからないという人の悩みを解決できる状態になっているわけですよね。こうなればもう見えてきませんか。そんなあなたが自分が10キロ痩せた方法を同じ痩せ方を科学的根拠付きで説明している本や教材、専門家から学んだ知識と掛け合わせ動画などに落とし込むするとどうなりますか。完全オリジナルのコンテンツが完成しますよね。でもダイエットに関するコンテンツなんて山ほどあるから競合ばっかりで売れなくないと思いましたか。でも大丈夫なんですよね。これは最初に話したアップル社の話ですが、あなたにファンができていればどうですか。〇〇さんが10キロ痩せた方法ファンなので〇〇さんから教わりたいですというお客さんが必死こいて売らなくても出てきます。だから別にあなたと同じようなことを教えている人がいたとしてもライバルにはなりません。安心してやっていけばいいんですね。まあやる前ってどうしても本当にうまくいくのかなとか思いますよね。けど実際のところやってみたら意外とうまくいったみたいなことが多いので、やる前から自信をなくさないでください。大丈夫です。さてここまでは誰でも簡単に商品を作る3ステップを説明してきましたが、これだけじゃどうやってコンテンツを作ればいいのか全くわからないよと思いますよね。大丈夫です。最初に約束しましたよね。動画見終わった頃にはなんだ自分の商品ってこんなに簡単に作れるようになるんだと思えるようになりますって。なのでここまで真剣に見てくださったあなたのために、ここからはコンテンツ作成完全成功ロードマップ、つまり僕
僕だけじゃなく僕の受講生も 100% の確率で自分の商品が作れるようになった方法を完全解説していきます。しかも作れるようになるだけではなく顧客満足度もめちゃくちゃ高い商品の作り方をシェアしていきます。しかも完成した後どのサイトで販売した方がいいかなども解説していきます。難しそうだなと思いました？大丈夫です。実践していくうちに理解できるようになりますので安心して見ていってください。では早速なのですがコンテンツ作成のロードマップがこちらです。まず大まかに流れを言っていくと1、マインドマップにノウハウを具体的に文章化してまとめる。2、キャンバなどデザインツールでスライド作成。3、パソコンの画面録画でノウハウ動画の撮影。4、カット編集や BGM 入れ、字幕挿入など。5、販売ページの作成。6、決済会社の審査やコンテンツのサムネイル外注、プロモーションの戦略などという流れになっています。細かく解説していきますが、まずは1のマインドマップにノウハウを具体的に文章化してまとめるという部分。そもそもあなたはマインドマップって何かご存知ですか？こんなやつです。枝葉のように思いついたことを羅列して書いていけるツールなんですね。もうこんなんめんどくさいってなると思います。わかります。ぶっちゃけめんどくさいです。ただこのマインドマップを最初に使ってノウハウをまとめないと大変なことが起こります。何が起こると思いますか？答えは質の低いコンテンツが出来上がってしまうです。なんでマインドマップを使わないと質が低くなるの？って思うかもしれませんが、これには明確な理由があります。よく何も考えず思いついた順でスライド資料を作り動画撮影をしてしまう人がいるんですけど、こういう作り方をしてしまうと何話も作っているうちに内容が被ってきて同じ話を何度もしてしまったり、レクチャーする内容や順番がぐちゃぐちゃになります。その結果受講生がわけわからなくなってしまうという現象が起こります。その結果満足度が低くなったりとかクレームまで出る羽目になるわけですね。最悪じゃないですか。悪いレビューがたくさん出てきてしまうと信頼がガタ落ちしてしまいますよね。悪評が原因で全く商品が売れなくなり商売を畳むことにもなりかねません。なのでユーザーファーストでコンテンツを作っていくことはもはや当たり前という基準値でやらないとダメなんですね。でも実はほとんどの人はできてないんです。みんながやらないからこそやる。これだけでライバルは全くいなくなります。ただマインドマップって言ってもどれ使えばいいのと思いますよね。なのでおすすめのマインドマップを紹介します。正直今からご紹介する2つのどちらかを使えば OK です。おすすめのマインドマップはマインドマイスター、X マインド、この2つになります。この2つの違いは何かというと、マインドマイスターはオンラインでリアルタイムにマインドマップの共有ができるという点、 X マインドはそれはできないという点、これだけです。リアルタイムで共有ができると完成後にここ変えたいなと思った時に変更ができるので、スライド作成をするデザイナーさんに外注する時にめんどくさいことにならなくて済みます。なのでスライド作成を外注せずやる方は X マインドです。全て外注してデザイナーさんに作ってもらうという方は迷わずマインドマイスターを使えば OK です。ちなみに僕がコンテンツを作る時はスライド作成を全て外注しています。マインドマップにノウハウを全て落とし込んで動画35話分ぐらいを外注しました。うわめちゃくちゃお金かかりそうと思いましたか？ぶっちゃけ2人のデザイナーさんに分担してやっていただいたんですが、時給1500円でやってもらって9万円ぐらいで済みましたし、1週間ぐらいで全て完成しました。これ時間の価値を考えるとめちゃくちゃ安く済んでると思いません？いやいやいや高いってと思ったかもですが、安いんですよ。なぜならその他にも動画編集で30万円、デザインで4万円ほどかけたんですが、合計40万円ちょっとを投資して1ヶ月でコンテンツを完成させた結果、今年2023年1月の売上が10日間で1500万円になりました。商品作るのに40万円しかかかってないのに、それが1500万円になるんですよ。すごいリターンだと思いませんか？だからガンガン外注するべきなんです。時間を買って自分がやるべきことに集中した方がお金って増えていくんですね。目の前のお金が減ることしか考えられないのか、リターンを見据えて投資できるのか、ここで大きな差が生まれてくるんですね。ただあなたが今貯金ゼロの状態だと外注にお金使うの躊躇するなーってなりませんか？なので最初は自分でやってみて少し余裕が出てきたら外注するといいです。ガンガンお金を使ってお金を稼いでいきましょう。さておすすめのマインドマップをお教えしましたが、ぶっちゃけこれだけじゃどうやってノウハウを書いていくのかよくわかんないよと思いますよね。なので実際の画面を見せながら解説していきます。でまずやっていってほしいことがあって、このようにコンテンツのタイトルとかが決まったら第1章、第2章、第3章、第4章、第5章みたいな感じでまず章のタイトルから決めていってほしいんですね。で章が決まったら各動画のタイトルをここに書いていくっていう感じですね。で動画のタイトルとかも書き終わったら中身のね台本の部分を全部文章化してノウハウをすごく濃く書いていくというやり方です。こんな感じです。ちなみにこのマインドマップを書いていくときに一番大事なことなんですが、 100% のノウハウを文章化して書いてください。だからそんなことするのめんどくさいってと思いますよね。でも本当にここで手を抜くと質の低いコンテンツが出来上がることになってしまいます。それは嫌ですよね。じゃあやりましょう。しかしこのマインドマップ抽象的に書いてしまう人がほとんどです。例えば1話マーケティングの解説を話すとかだけ書いちゃう。これだけ書いても後でスライド作るとき何のことについて話すのか全くわからないので作れないと思いません。この程度のレベルしかやらないならそもそもマインドマップを作る意味すら
らなくなります。逆にこのマインドマップの時点で内容を 100% しかも話し言葉で書くことによって台本にもなるわけです。スライドが完成したら読みながら画面録画をするだけで伝えるべきことを余すことなく収録することができるんです。あとスライド作成を外注するときって抽象的なマインドマップを渡されても行間を読まないといけなかったりするので思い通りのスライドが上がってこなかったりするんですよね。なので全てを文章化してあげる結果外注さんにかかる工数も減るというわけですね。めっちゃ良くないですか。顧客満足度が高いコンテンツも作れて中身もごちゃごちゃにならず台本にもなる一石二鳥どころか一石三鳥のこのやり方ぜひやってみてください。ではマインドマップにノウハウをまとめたら次はスライドを作成していきます。ここはぶっちゃけデザインとか少し学ばないといいものは作れないので最初から外注してもいいとは思います。結局お金をかけなかったことで見にくいコンテンツが完成したらどうですか。顧客満足度が上がらず口コミも生まれない結果いいことないんですよね。僕もずっと自分でやってきたんですけど結論持ちは持ちやプロにお願いした方がスピードも速いしクオリティも高いんです。それでも自分でやってみようという方もいらっしゃいますよね。そんなあなたはキャンバというデザインツールを使ってみてください。僕も使ってるんですがスライド作成だけでなくその他どんなデザインでもテンプレがたくさんあるので素人でも割とうまく作れるようになっています。キャンバのアカウントを作ってツールをインストールしたらプレゼンテーションというテンプレートを開きます。そしたらこういう白紙の16対9の画面になるんですね。完全初心者だとデザインとか全くわからんという方がほとんどですよね。なのでそういう方は左のテンプレートというところからいい感じのものを選んでクリックしてください。そしたらこんな感じでテンプレートが反映されたスライドができます。あとは中の文字を変えたりイラストを変えたりして作れば一応スライドが完成します。もしくはテンプレートだけデザイナーさんにサクッと何パターンか作ってもらって納品してもらいそれを元に作っていくのもおすすめです。スライドが完成したら次は動画を撮影します。これはシンプルで画面録画で撮っていくだけですね。でもどうやって画面録画するの？パソコン初心者だからわかんないよという方もいらっしゃると思います。これは Mac ユーザーならめちゃくちゃ簡単なのですがコマンドプラス上矢印シフトですねプラス5を押すと最初から入っているクイックタイムプレイヤーというツールの画面録画ツールが立ち上がります。立ち上がったらオプションからマイクの設定とかだけしっかりして収録を押すだけ。これだけでめちゃくちゃ簡単に画面録画ができます。動画の保存先だけ先にスクリーンショット動画みたいなフォルダを作ってそこに設定しておくと管理も楽なのでおすすめです。また Windows ユーザーの方もスクリーンレコーダーというツールをインストールすれば問題なく画面録画ができますのでぜひやってみてください。ちなみにまだノート PC とか持ってないって方は2023年1月現在だと M1 Pro の MacBook Pro でメモリ 16GB 以上のものがおすすめです。もしくは M2 の MacBook Air で同じくメモリは 16GB とかがいいです。メモリをたくさん積んでいるほど処理速度が速いので画面録画収録時にカクカクしたりすることもなくなりますからね。さてここまで聞いてみると意外とやってみればできそうじゃないですか。何度もこの動画を復習しながらやってみれば本当にコンテンツが作れるようになります。実はここまで来たらもうオリジナル商品も完成間近です。頑張っていきましょう。では画面録画でコンテンツ動画が撮影できたら次はそれを見る人のために分かりやすく整える必要があります。そんなことしなくてもそのまま提供したらよくねと思うかもしれませんがあなたが動画を見ていてめちゃくちゃ噛んでたり間が空いたりみたいな言葉が挟まってるコンテンツ動画集中して見れますか。なんかやる気までそがれちゃいません。結局ユーザーファーストで考えるならばそこもしっかり整える必要があるんですね。なので撮影が終わったら噛んだり間違えたりしているところちょっとした間とかも含めてギチギチにカットして BGM と字幕もつけてあげるといいんです。本当にこれをやるだけでめちゃくちゃ見やすくて何度も勉強できましたという口コミが出てきたくらい顧客満足度に差が出てきます。とはいえ動画編集ソフトっていっぱいあるけどどれ使えばいいのと思いますよね。僕もいろいろ使ってきたんですがこれがベストだというのがあるので紹介します。そのおすすめソフトは Adobe のプレミアプロです。他にも Mac 純正の iMovie とか Filmora 他にも Final Cut Pro などたくさん動画編集ソフトはあるんですがプレミアプロが圧倒的に使いやすかったです。何がいいかというのを説明しますね。まず動画編集ソフトってカット編集を何箇所もしているとめちゃくちゃ重くなるんです。最初は軽いんですけどしばらくカット作業をしていると一つカーソルを動かしただけで1分とか鬼のように固まるんですね。正直フィモーラとかはストレスマックスで作業してられなかったです。でもプレミアプロだったらどれだけ編集点を追加しても固まることが一切なく常にサクサク動いてくれたんですね。なのでもう他には戻れなくなりました。ちなみにこのソフトは有料で個人だと月額2728円で使うことができます。コンテンツ販売のビジネスをしていくなら契約しておいた方がいいかなと思います。別に全部外注したらよくねと思うかもしれません。確かに資金が潤沢にあるならそれでもいいんですけどカット編集と BGM だけでも自分でやってればだいたい1本あたりフルで字幕つけてもらっても4000円ぐらいでやってもらえます。でもカットからお願いすると7000円とかかかるんですね。例えばコンテンツ動画30本お願いしたら4000円かける30本で12万円、7000円だったら21万円します。この9万円の差って初心者の頃きついと思いません？なので時間さえ割けば自分でできるのでここは最初月額ちょっと払
ってやった方がいいですね。自分でギチギチにカットしたらどれぐらいギチギチにカットしたらいいのかという基準値もわかるわけです。でもやったことない状態で外注して適当にカットされちゃったらいいものか悪いものかもわからなくないですか。だから経験値を貯めることも考えて自分でやるのをおすすめします。外注できる資金がコンテンツ販売で潤ったらフル外注してしまいましょう。動画編集ができたらコンテンツ自体は完成です。ここまで来たらもう完成間近なんですよね。ここからお客様に商品の代金を決済してもらうための販売ページを作成していきましょう。いわゆるランディングページ LP と呼ばれるものですね。そんなん作らなくても Twitter とかでそのまま決済リンク貼ればよくねと思うかもしれませんが、これはもう最悪です。例えるならば、あなたの家にピンポンとインターホンを鳴らしてきて、はじめまして、商品発売しました、買ってくださいと言われるようなもんです。じゃあめちゃくちゃ作り込んだ販売ページを作らないとダメなのと思うかもしれませんが、これまたそんなこともないんですよ。あなたが広告費をかけて集客して販売するならめちゃくちゃ作り込んだ LP を作る必要があるんですが、僕が教えているコンテンツ販売のやり方だと割とシンプルなもので大丈夫です。それはなぜだと思いますか？この動画の最初の方に話しましたが、 Apple のようにファンを作って販売するので色々と他社よりも優位性ありますよとかアピールしなくても売れるんですよ。僕が起業6年で Twitter 15万人、労働ゼロで10日で1500万円売り上げたこのヤバいファン作りに関してもこのチャンネルでもうすぐ詳しい動画をアップするので、チャンネル登録して待っててくださいね。では販売ページの作り方なんですが、これまたかなりシンプルな方法です。ブログとか立ち上げたことがある人ならわかると思いますが、まずネット上の住所であるドメインを取得します。何々 .com みたいなやつがドメインですね。これはお名前 .com というサイトとかで取得します。取得できたら次はレンタルサーバーの契約ですね。 X サーバーとか桜サーバーなど割とどこでも OK です。契約できたら先ほど取得したドメインを使ってワードプレスのサイトを開設します。さっき教えた X サーバーとか桜サーバーだと簡単に連携できるのでやってみてください。もうさっきから何言ってるかわからんという方は、ここならなどクラウドソーシングのサービスを使えば2,000〜3,000円くらいでホームページやブログの解説代行をしてくれる人がいるので探しましょう。ここまでできたら、あとはカラフルという有料のテーマを購入して導入する。そしたら LP を自分で作れる土台が完成しますので、あとは作成していくだけです。とはいえこんなことやってたら何ヶ月も何年もかかりそうとか、そもそもライティングのスキルもないので挫折しそうと思うかもしれません。はい、さすがにここは外注するしかないです。結局金かよってなるかもですが、結局お金です。こういう専門分野はプロに任せましょう。簡単な LP でしたら20万円くらい、凝ったものだと30万円以上はしますが、超高クオリティなものを作ってもらいます。最初にしっかりした LP を作っておけば売り続けてくれる優秀な営業マンになりますので、投資と思ってデザイナーさんに依頼しましょう。ここまで終わったら、あとは決済代行会社に審査してもらって OK が出ればお客様にクレジットカードや分割決済をしてもらえる環境が整います。長えよと思いましたよね。わかります。これでも商売の中でもめちゃくちゃ楽な方ですよ。例えば飲食店の作り方知ってますか？まずは物件探しから始まりますよね。その後内装をデザイナーさんとか施工会社に依頼して消防法とかもクリアしないといけない。そしてコンセプトとか決めてメニューも作って看板も作ったり、その他広報活動とかインスタとか必死に PR しないとダメなわけです。最低でも数百万、平均で1000万以上もかかりますから。しかも利益率って5〜8%ですよ。毎月1000万円売り上げても50万とか80万しか利益が残りません。めちゃくちゃ難しいと思いませんか？その点コンテンツ販売はチートです。オンラインだけで完結して今日教えているステップさえ踏めば商売ができる。しかも実は利益率 90% とかなんですよね。なのでこれから月に数十万、数百万行くとこまで行けば数千万を目指せます。稼ぎたいなら最低限これぐらいの努力はやりましょう。さて決済代行会社なのですが、インフォカートやストライプ、エキスパなどがあります。結論、一番おすすめなのはエキスパです。ここだけ使っておけば問題ありません。簡単にインフォカートさんやストライプさんの何がデメリットかを説明すると、まずはインフォカートですが、分割決済をお客様に利用してもらうとしますよね。例えば商品の価格が50万円だったら24分割でしたとして、エキスパなら分割分のカード枠である2万円ちょっともあれば決済ができます。でもインフォカートだと50万円の24分割でも50万円のカード枠そのままがないと決済ができないんですね。ここが問題点です。なので割と低価格な3万円とか5万円の商品を売るならおすすめです。次にストライプですが、決済手数料はめちゃくちゃ安いんですが凍結リスクがそこそこあります。特に分割決済とかめちゃくちゃやりにくいですし、顧客に飛ばれてしまったら回収はほぼ不可能なんですね。怖くないですか？なのでこれらの部分を完全にクリアしているエキスパがおすすめというわけです。決済代行会社の審査をクリアすると販売が可能になるんですが、出品と審査の申請はこちらの赤枠部分、エキスパの商品販売というところからやれば OK です。審査をお願いしたら LP のここを修正してくださいなど順次指示がもらえますので、その通りに修正すると販売可能な状態になります。これが終わったら晴れてビジネススタートですので絶対にやりきりましょう。さてここまでを少しまとめると、まず誰でも商品を作れる3ステップが1、情報を仕入れる集める、2、仕入れた情報を元に実践する、3、実践経験
験と元の情報を掛け合わせ動画などに落とし込む。そしてコンテンツ作成完全成功ロードマップが、1マインドマップにノウハウを具体的に文章化してまとめる。2キャンバなどデザインツールでスライド作成。3パソコンの画面録画でノウハウ動画の撮影。4カット編集や BGM 入れ、字幕挿入など。5販売ページの作成。6決済代行会社の審査やコンテンツのサムネイル外注、プロモーションの戦略などでしたよね。気づいてますか？ここまでしっかり動画を見てくださったあなたはもう商品作成から出品までの知識がついています。普通ならここまでの話は難しくて途中で聞くのをやめちゃいそうですが、しっかり学ばれてて素晴らしいです。絶対に実践したら結果が出るタイプなので頑張っていきましょう。では僕が2023年1月、たった10日間でしかも労働ゼロで月収1500万円を達成した理由をお伝えします。こんな実績をお話しすると、どうせそんなの嘘に決まってる、どうせスクショ捏造してるんでしょとか、それはタツミンさんだからできたんだよという方がいらっしゃるのですが、そんなことは一切ありません。実績ゼロからでも2ヶ月で1万フォロワー、商品リリースから2週間で月収2500万円突破の丸尾さんとか異次元ですし、その他僕の受講生でも2023年1月1日に商品をリリースし、ビジネススタートから半年でいきなり150万円売り上げ、そして最終着地が410万円という凄まじい実績を出された方がいらっしゃいます。正直これから話すことをちゃんとやれば初心者からでも全然商品って売れるんですね。ちょっと質問なんですけど、ビジネスをやっていく上で最も大切にするべきことって何だと思いますか？スピード感、行動力、仕組み化、利益の追求、いろいろありますよね。これら全て大事なんですが、一番大事なのは信頼です。なんだそんなの当たり前じゃないですかと口だけで言える人は山ほどいますが、実際に人に尽くして信頼を獲得できている人は 1% 以下だと思います。そもそもどうやって信頼を獲得するかわからないですよね。 SNS だったら普段からマイナスのことも発信するとかもそうですし、自分自身の実績や受講生の実績を載せる、他にも行動で獲得できる信頼もあります。例えば問い合わせに全て個別で返信するとか、個別面談の時間を取り顔出しでしっかり相手と向き合うとか、こういう普通めんどくさいと思ってみんなやらないことをやる、するとめちゃくちゃ信頼が得られるので、売り込むこともなく勝手に売れる状態を作り出すことが可能です。で、例外なく僕もこれらをやっていたわけなんですが、それよりもさらに大事なことがあります。何だと思いますか？そもそも僕は1月1日から1月4日の3日間で月収1000万円、10日間で月収1500万円を達成したんですが、これだけ一気に売れた理由は何だと思いますか？大企業ならみんなやってることです。答えは事前告知です。 SNS とかで商品を作ったりしている段階から日々認知を広めるために告知します。こんな商品作ってますよとか、こんな無料プレゼント作ってますよとか、参加特典10個つけますよとかですね。よく映画とかも公開半年前から予告編がチラチラ流れたり、いろんな情報が小出しにされますよね。そういう発信見たらワクワクして、おお見に行きたいとか思うわけじゃないですか。実はここがめちゃくちゃ大事なんです。この工程を個人でもコツコツやることで、売らなくても勝手に売れていく状態を作り出すことが可能です。知ってますか？これをマーケティング用語ではプリプリローンチなんて言ったりします。プリプリってなんかおもろいですよね。けどこれがめちゃくちゃ大事なんですよね。これをやらずに急に発売しましたと言っても、正直周りの人からしたらえって感じなので、反応に困るし欲しいとも思わないわけなんです。なのでこの事前告知を必ず商品リリースの何ヶ月も前からやることを徹底するようにしてください。ここまで本当にいろいろなことを話してきましたが、そもそもこんなに濃くて長い動画をしっかり見ようなんて人は日本でも 1% もいないので、ここまで見てくださったあなたは本当に勉強熱心で素晴らしいです。何度も言いますが、もう必ずその学びの姿勢を行動に移せば結果が出ます。頑張っていきましょう。ちなみにこの動画で教えた内容を何度も復習すれば、気づいたらあなたも商品が作れるようになります。なぜならあなたの商品自体は商品を仕入れてまとめる新しい価値を作り出すキュレーションをして、仕入れた情報を元に実践する。そうすれば独自のノウハウを生み出せる。実践経験と元の情報を掛け合わせるスライド作成をして、画面録画で動画撮影をすれば完全オリジナルのコンテンツが作成という形で作り出すことができるからです。これからあなたはコンテンツ販売というビジネスに挑戦して、発信をしたり商品作成をしたり販売をしたりしていくと思うんですが、そもそもどうやって発信していくの、集客はどうやってやればいいの、どんなことをすれば商品が売れるのという、売れるまでの流れはまだわからないですよね。そんな悩みまで全て解決する無料コンテンツをプレゼントします。僕が無料配布している1時間45分の動画と 55,500 文字147ページの電子書籍、その他合計7個の限定コンテンツは、今回解説したコンテンツ完全成功ロードマップの100倍以上濃い内容です。ぜひ制作期間半年100万円以上かけて制作した合計7つの特典を動画下のリンクから受け取ってください。僕自身が現在1日1時間労働、従業員ゼロのたった一人で5年で売上 4.2 億、利益 3.6 億を達成、そして2023年1月にたった10日間で月収1500万円を達成した方法を解説する動画時間1時間45分の動画、最先端のマーケティング、最新版コンテンツ販売×自動化プレミアム動画1本、55,500 文字147ページでお送りするコンテンツ販売の本質徹底解説電
子書籍、この2つを無料プレゼントします。このプレミアム動画では売れてるマーケターだけが実践しており、僕自身も5年で売上 4.2 億を達成した2023年最新版コンテンツ販売×自動化の本質、 4.2 億売上 3.7 億利益の利益率 90% を達成した儲かるビジネスの4原則とは、10万円だった売上が1000万円に伸びる商品価格の最適解、買わせてくださいと言われるファンからのコツ、フォロワー100人でも500人以上集客、最も効果的な無料プレゼント企画とは、3日間で4000個売れた究極の販売戦略の裏側、初心者でも 100% 自分の商品を作れる方法、日本人の 1% も知らない最新のセールスパネル、客単価1000万円も当たり前、人が惜しまずにお金を出すビッグ4ジャンル、5万円の商品が100万円で売れる価格相場の破壊、1日たった1時間の作業で毎日10万円から40万円勝手に売れる最新版コンテンツ販売×自動化、極限まで効率化した経験知識ゼロの初心者から年収1億を当たり前のように稼げるようになる再現性 100% の完全成功ロードマップ、これらを1時間以上の動画1本で完全解説しています。こちらの電子書籍では最新のコンテンツ販売の本質、結果を出すための超具体的な流れを5万5500文字147ページで本1冊に凝縮しました。またそれだけでなく、動画時間1時間20分、明日から月収100万円を狙えるようになる速攻性抜群本質ウェブセミナー、動画時間53分、永続的に稼ぎ続ける人材になれる超基礎講座、動画時間37分、時給が無限になる世界へあなたを連れていく自動化の基礎、動画時間45分、僕が宝島社から出版しているストレスポイ捨て企業術という書籍の購入者限定配布コンテンツ、自動で売れるヤバい仕組み作りマニュアル、全7話45分、自動で売れる仕組みが学べる音声コンテンツ、ビジネス自動化オーディオブック、6つの音声と動画プラス電子書籍1冊、合計時間6時間、文字数でいうと30万文字以上の爆発的な内容のコンテンツを全てまとめて配布、欲しい方は概要欄のリンクから無料で配布しているので受け取ってほしいのですが、ただしこれらの特典全ては期間限定配布で、予告なしに突然受け取りリンクを削除しますので、全て受け取れずに後悔することになるのが嫌だったら今すぐ受け取っといてください。今日見ていただいた動画も正直半月とかかけて台本や画像を死ぬほど用意して撮影に挑みました。毎回それぐらい気合が入っています。僕はもうお金はそこそこ稼げるようになってきたので、今の喜びって受講生とかこうやって動画を見てくださってる方に、辰巳さん結果出ましたありがとうございますと感謝されることなんですよね。だから頑張れています、ありがとうございます。これからも今日みたいな濃い動画をアップしていくので、ぜひ実践して結果を報告してくださると嬉しいです。そんな次回以降の濃い動画をこれからも見逃したくない方は、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックもしておいてもらえればと思います。ということで今回も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。動画にいいね、そしてコメント欄に感想や内容のアウトプットなどをガンガンしてもらえればと思います。動画を見るだけでなく文章でアウトプットすると記憶に定着しやすいので、ぜひ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。辰巳でした。